皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回ね、大阪に来まして、お好み焼きの初瀬さんにやってきましたのでね、そちらのご紹介をしていきます。で、初瀬さんはちょっとね、大阪では珍しいのかわかんないんですけれども、自分たちで焼いて、作るというようなシステムです。で、ここに関しては全席個室で、仲間とねワイワイできるようなシステムになっています。で、メニューがこちらですね。ミックスですとか、お値段もねお安い方だと思うんですが、これからねちょっとね、どんだけの量があるか、皆さんでねご確認いただいて欲しいんですけれども、まあそんなにねべらぼうに高くないと思いますね。ということで、今日のね、あ、すいません、まだありましたね、オリジナルミックス、はい、このような感じでですね。あとはね、ちょっとサイドメニューなので、また皆さんね、興味があればホームページにもメニューがありましたのでご覧になられるといいですね。ということで、はい、ということでね、もうね早速料理が来まして、これが何、こっちミックス、これがミックスで、これがトントロ、裏メニューってやつですね。で、今日の焼き塩をご紹介しますね。これか、はい、犬さんですね、こんにちは。こんにちは。はい、ご気分というか気合の方はいかがでしょうか。まあ無理せず焼いていこうと思います。はい、まあ、鉄板の、ね、大きさはこのような感じでね、まあ、これぐらいの大きさだったら3枚横並び多分できますね。はい、ということでやっていきましょうかね。はい、では行きましょう。はい、どうぞ。ちなみにですね、この初瀬さんなんですが、 YouTube に関してはライブ配信は禁止しているようで、録画して後でアップする分にはいいということでしたので、ご注意ください。はい、で、皆さんね、ちょっとね、どんなやり方をされるのかわからないんですけども、私は基本的にまずね、こういった生物の具材を焼いてやるんですけど、中にはね、まあ、ちょっとわからない、何が正しいかわからないですけど、とりあえずこれを混ぜてその上に乗せてやるっていうパターンもあるようです。じゃあね、投入していくかね。はい、実は犬さんはあんまりお好み焼きの経験がないそうで、どうなるかわからないと今ね、焼き師の方がおっしゃってましたけどどういうことになるやろ。とりあえずね、具材をね焼いてみました。このような感じでね。で、一応初瀬さん的にはスプーンを使い、生地をよく混ぜます。しっかり混ぜるのがポイントですということ で全体が馴染むまでよく混ぜて、具材により焼き方が異なりますって書いてありますね。またちょっと後でご覧になると思います。ということで、ね、混ぜ中。はい、今回は豚肉とかね、そういうものなので焼いてから混ぜるというパターンみたいですね。はい、こんな感じで、ちょっとね、器が小さいのでこぼれやすいのでね、注意が必要ですね。で、キャベツに関してはちょっとね、大きめに切ってあるので、まあ食べ応えがありそうですね。はい、で、今こちらね、トムさんがやってくれた、あ、ちなみにね、今日トムさんいらっしゃるんですよなんでかはね聞かないでほしいんですけど、はい、こちらトントロの方ですね。で、こちらがミックスですね。じゃあ混ぜている間にちょっとね、さっき言ってた焼き方をねご紹介したいんですが、すいません、反射してて分かりづらいんですけど、さっき言ったようにスプーンの使いよく生地を混ぜます。全体が馴染むまでよく混ぜます。で、焼き方が具材によって異なるというのは、こちらですね、牛すじ、チーズ、コーン、さざみニラ、刻みニラに関してはそのまま混ぜる。で、豚肉、イカ、エビ、タコ、貝柱、イカゲソなど海鮮物に関しては焼いてから混ぜる。で、大葉、梅、キムチ、モダン、餅、まあ、葉っぱ系は生地に挟む。で、最後に桜えび、油かすね、ネギに、こんにゃく、ちくわに関しては生地の上にのせるということですね。はい、じゃあお願いします。こっちとここでの方がいいね。結構すごいことなんだこれ。これ生地がちょっと少ないから結構食べ応えありそうですね。全部ね、ざく切りみたいな感じで。じゃあトムさんもお願いいたします。
まり、あんまり広げると今度は固まらんでね、多分そのぐらいかな。もうちょっと層にしてもいいかもしれない、周りを固めてる。そうそうそう。で、まあ、とりあえず5分ぐらい焼きますということはね、いいんじゃない、うん、いい感じ。ちょっと崩れそうな雰囲気があるけど、まあ固まってくれるのを待とう。ホムさんうまいですねよし、ありがとう。で、5分くらいね焼いたら、こんがりきつね色になったらひっくり返して、火を弱火にし10分ほど焼いて、焼き具合を確認してもう一回ひっくり返す。先に辛口ソースをかけます。生地に表面に薄く塗る程度が別です。甘口ソースをかけます。ドロッとしたソースをたっぷりかけるのがおすすめです。で、最後にお好みで鰹節、青のりをかけて出来上がりということですよ。はい、なんでね、しばらくにちょっとね焼きます。いや、早い気がする。ちょっと崩れてるっしょ。まあもうちょい放置じゃない。裏は色違い。ほんと、じゃあもしかしたら生地が弱かったかもしれない。一瞬トライしたけど、まあしょうがないね。まあそういうの、うん、そうそう、醍醐味だ。まあでも焼き加減的にはさ、そう。はい、じゃあ続いてトムさん。いや、いいよ別に、やりやすい体勢でやってるけど。うまっなんか一瞬でやったけど。いいね。ちょっと、まあいっか。はい、結果はこんな感じになりました。いいね、オッケー。はい、続いてトムさんのトントロ。あ、もうちょい、もうちょい火、じゃあずらしたらいいんだよ、こっちとこっちと。火加減こっちの方が強いから。あ、もう端にどっけるか、うん、だで、うん、インさんのちょっとそっちにやって、で、トムさんのこっちに戻して。だって明らかだもん、焦げたら。ヘラがね、それしかないから。はい、出来上がりできましたね。甘いソースをドロドロした方をたっぷりかけるというのがおすすめだそうです。で、最後に鰹節、青のりをお好みでかければ完成ですね。いい匂いしてる。いい匂いしてるよ。海苔先でもいいよ。タイプですねいいね、その書き方、私は好きだよいつもこのね、ドーンってやりたくなる私はワイルドなんでね、いつももっとね、ひっくり返すまでいかないですけど、もっと大量にかけますね、私だったら。はい、ってことは後で切るだけ。別に十字で切ってくれれば、とりあえず板がうまく切れてる。もういい、それはしょうがない、うんだから。
OK、ありがとう。完成、完成。出した。こちらが裏メニューの、トントロお好み焼きで、こちらがミックスですね。はい。はい、では食べましょう。完成。どう。それ何？ミックス。どう。お味の方は。ソースとかどう？辛い？甘い？ソースは甘いよ。甘いね。具材の食べ応えとかは？熱い？硬い？水飲んでね、焼けずるで。まあね、とりあえず完成しましたね。で、大人3人だったら、まあ今ねちょっと我々お腹いっぱい気味なのであれですけど、まあちょうどいい方はちょうどいいですね。足りない方はもう大丈夫ですね。で、確かね大盛りもあったので150円か250円かで、まあそれともしね足りないっていう方は頼まれるといいですね。はい、美味しくいただきましたね。はい、ありがとうございます。無事ね完食ということで、はい、どうでしたか、作ってみた感想は。なかなかひっくり返すの難しいですね。慣れんとな慣れんとね、難しいですよね。今回ね、トムさんの方はね、結構ね、火がね、多分火加減が弱かったのか強火だったのか分かんないですけど、結構ね、いい感じで焼けてたんですけど、味の方はどうでしたかね。味の方はまあ、美味しくいただきました。まあ、個人的にね、トントロの方が肉の甘みと、あとソースの、ね、甘みがあって、個人的に美味しかったですね。あとね、ミックスの方はミックスの方で、イカとかね、結構ね、大きくて食べ応えがあってね、まあ、やっぱりなんだかんだね、もしかしたらね、小麦粉がね、トムさんに言うとね、長芋が入ってて、それで甘くなってるっていう話もあるので、まあ、ちょっと実際は分かんないですけど、それとね、ソースが結構相性が良くて、美味しくなったかもしれないですね。ということで、ここのハツさんいかがですか、おすすめ度は。おすすめ度は、まあ、仲間内で来て、なんか、喋る分には落ち着いて喋れるし、いいと思います。ありがとうございます。なかなかね、ちょっとね、大阪のお好み焼きって結構ね、作ってもらうイメージが私にはあって、なかなかこういうね、自分で作るっていうスタイルはね、ないと思うので、もしね、自分たちでね、作ってみたいというか、の方はこちらのね、ハツさんもおすすめでございます。逆にプロというかね、本場の方に作ってもらいたいっていう方は他のねお店がいいと思います。ということで、ごちそうさまでございました。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。